ではいいな。パワーを完全にコントロールできるようになるまで島から出てはならんぞ。俺グリムロックよくわかった。思い切り暴れる場所できた。スラージ大きい、広い場所大好き。スワープ、嬉しい。ヤッホー、早く行く。みんな早く帰っといてよ、待っとるで。ではみんなしっかりな。道案内は頼んだぞ、パワーグライド。了解、ツアーガイドはパワーグライドにお任せを。また自分の CM だ。オーケースパイク、さあ乗った。ロハでファーストクラスの席にご案内。じゃあスパイク、楽しい旅になるよう祈ってるよ。気をつけてな、頑張れよ。ありがとう、行ってきます。お、ジェット機だ。いや、ロケットだ。違う、パワーグライド様だ。ダイナモット、パワーグライドに続く。元気でな。サンドウェーブよりメガトロ様、ご神事情。ご苦労、サンドウェーブ。誰かと違ってあいつは実によく働くな。基地に引き上げていますか。いや、まだだ。その恐竜の島とやらなかなか面白そうではないか。コンドルを出して詳しく偵察させろ。了解、メガトロ様。コンドル、ジェイク。さあ、次だぞ。だが、誰一人コンドルの追跡に気づく者はいなかった。着陸態勢に入ります。シートベルトをお締めになり、お倒しになられたシートは元の位置にお戻しください。これがそうなのか、恐竜の島、いや、ダイノボットアイランドだ。俺、グリムロック、ダイノボットアイランド気に入った。とても広い、喧嘩よくできる。スラッグ、とても嬉しいぞ。我が家に帰ったような気がする。なぜかわからないが。さて、ご感想はスパイク。ザラにある観光地とは違うだろう。まるで百科事典の挿絵が動き出したようだね。時がその流れを止めた失われた世界、ダイノボットには最高の環境だね。それにこの島は天然のエネルギーに満ち溢れてるみたいだ。火を吹く活火山、石油の池、それに吹き出す温泉、この島には全てが揃ってるよ。へえ、レストランの奴らに知られなくって幸いだ。スラージ、ここ好き。スラークもここ好きだ。スラージ大好き、大好き、胸ワクワクする。まあ、このパワーグライド様みたいに繊細なタイプには合わないがね。オタクラダイノにはぴったりかもよな、スパイク。そう思うだろ、スパイク。スパイク、おい、スパイク、どこだ。すごいや、まったく、なんて素晴らしい島なんだ。ずっと住みたいぐらいだ。あ、なんてバカでかいんだ。ワシやタカがスズメに見える大きさだ。あ、あ、よせよ、僕は餌なんかじゃないぜ。冗談じゃない、お前なんかの餌にされてたまるかって。あー、誰か助けてくれ。スワップ、来てよ。で、でかい卵、この中にあの怪物の赤ん坊が入ってるのか。あはっ、あはっ、スパイク、今お前を助ける、待ってろ。ありがとう、スワープ。あの怪物の赤ん坊が帰ったら危なくその餌にされるとこだった。今度は気をつけて歩け。いいな。気をつけるよ、スワープ。もう少し散歩してから帰るから。どれもこれも珍しいものばっかりで目移りしちゃうから。あああ、あ、離せ、離せよ、助けて、助けて。ダイロボット、パワーグライド、助けて。スパイクだ、また捕まったな。待ってろよ、スパイク。ス
隊列救隊ナンバーワンのパワーグライド様が今助けてやるぞ。我グリムロックスパイク助ける。こいつはでかいや。ああ、いくらなんでもあんなバカでかい爬虫類とはとても戦えっこないよ。でも俺たちならできる。出そう。そう、ダイノボットに不可能はないのだ。お願い、体がバラバラになりそうだ。どうもありがとう。やっぱりこの島は君たちのものみたいだね。そしてさよなら友達。さよなら。さよならグリムロック。さよならみんな。手紙を書くよ。あ、ダメだ、字が読めないんだ。こうしてスパイクは基地へと戻っていった。一方、よし、サンドウェーブ、コンドルが島で何を見てきたのか映してみてくれ。承知しました、メガトロン様。原始的で野蛮な場所のようだな。しかしエネルギーの宝庫ではないか。いや、これはすごい。でもコンドルが報告してきた奇妙なエネルギー波のことは、危険な島なのかもしれません。黙れ。よし、直ちにダイノボットアイランドに向かうぞ。いいか、しばらくの間はあの憎きダイノボットのことは忘れろ。わしらがこの島に来た目的、それは膨大なエネルギーだ。ここには太陽系を支配するに十分なエネルギーがあるからだ。しかし問題はあの不思議なエネルギー波です。どうにもあれが気にかかります。しつこいぞお前は。よし、エネルゴン級の用意だ。急げ。この島でエネルギーが空になるまできれいさっぱり奪うのだ。かくしてレストロン軍団のエネルギー強奪が始まった。火山から流れる真っ赤な溶岩の熱は底知れないエネルギーを秘めているのだ。そして噴火する火山が放出する莫大なエネルギー。雷です、メガトロン様。これぞ不吉な団長。あまり、お前もエネルギーを集めてこい。サボると容赦はせんぞ。以上、スワープだいぶ良くなった。この時スワープはデストロン軍団の存在をキャッチするのだ。グリムロック、スワープ、この島にデストロンいるの見た。デストロン、俺たちみんなの敵。俺、グリムロック命令する。デストロン追い出せ。その頃、ダイノボットアイランドでは着々とエネルゴンキューブのカプセルが作られていた。そこへダイノボットの襲撃。ダイノボットどもだ。なんだと。よし、アタン、先手を打つんだ。やめろ、スカイワープ。お前はエネルゴンキューブを守れ。ダイノボットの相手は他におるわ。こっちで捕まえてみろ。わしがいた。化け物ども、お前らの出番だ。いいか、わしのために一働きしてくれ。しっかりやるんだぞ。何をしてるグズども、動かんか。そうなのだ。メガトロンの狙いは本物の恐竜をサイバトロンにけしかけようというわけだ。本物の恐竜対恐竜ロボの対決。果たしてこの戦いの結末は。ああ、その調子だ。逃げ逃げ。ダイノボットどもを追い落とせ。いくら奴らでも数の上で相手にならん。アールの池に突き落とすのだ。
ットザイナンマンだこの続きは次回をお楽しみに。これでもうダイロボットどもに悩まされることもなくなったわ。邪魔者は消え失せたぞ。あとはこの島のエネルギーを残らず吸い取って引き上げるとしよう。ダメです。エネルギーを全部吸い尽くしてしまうとこの島のタイム空間に歪みを生じます。すでにバランスが崩れてエネルギー波に乱れが出てるんですよ。黙れ。貴様などに何がわかるか。言われた通りにやるんだ。はい、あなたの命令は絶対ですからな。よし、行こうぜ、サンドウェーブ。ついてきな。再びデストロン軍団のエネルギー強奪が始まった。だがスタースクリームが心配していた通り、この島のエネルギーのアンバランスが島を崩壊に導くという兆候は徐々に現れつつあった。どうにも気が進まねえな。嫌な予感がするぜ。うわあ、まったく。だがこれは絶好のチャンスかもしれねえぞ。俺の心配通りに行ってこの作戦が失敗すれば、メガトロンに代わって俺様がリーダーだ。テルトラン1ならこのミステリーを解くのは簡単さ。インプット次第でね。君なら完璧さ。チップ君、もし地質学上の情報がどうしても必要な時は遠慮なくこのビーチコンバーに声をかけてくれ。地質学にかけてはおそらくこの私の右に出る者はいないだろうよ。そしてミクロの世界を分析したいと思ったらその時は私の出番だからな。遠慮せずいつでも私に言ってくれ。名前はパーセプターだ。ありがとう、パーセプターさん。それからビーチコンバーさん、その時には。お、まだタイムワープじゃないよな。出なければいいが、あいにくそのタイムワープらしいぞ。場所を出してくれないか、チップ。はい。参ったな、コンボイ司令官。ほら見てください、タイムワープは一箇所じゃありません、二箇所です。何、一度に二箇所も。はい、そうです。どうだね、チップ、タイムワープの謎は解けたかな。時間エネルギーの歪みはダイノボットアイランドから来てますね。ダイノボットアイランドから。これ大変、眠っていた火山が蘇ったんですよ。なんだと。ダイノボットアイランドのエネルギーの乱れが眠っていたこの火山を目覚めさせたというわけか。一刻も早く元通りに進めないと大変なことになってしまう。オーパス、ビーチコンバー、パーセプター、ファイアハイド、スモークスクリーン、トレイルブレイカー、直ちにジェットパックを装着。私に続き、先はダイノボットアイランド。出動。エネルゴンキューブを作れ。まだまだ足りんぞ。無理です、この島のエネルギーバランスはもう崩壊寸前まで来ています。だから何だと言うんだ。火星が大爆発を起こす前に早いとこ引き上げましょう。メガトロン様、たとえ地球が爆発してなくなろうと構いませんわ。エネルギーの方が大事だ。一方、タールの池に沈められたダイロボットたちはどうなったであろうか。疲れた。エネルギーのアンバランスから一層活発になった火山の熱でタールが蒸発したというわけだ。やった、タール消えた。気持ちいい。もう自由、俺グリムロック、みんなも自由になった。でもダイナモットアイランドもおかしくなった。きっとデストロン、この島にひどいことしてるに違いない。では俺たちデストロンにもっとひどいことしてやる。仕返しだ。そうだそうだそうだ、デストロンをこの村に砕くのだ。あれだけ大量のエネルゴンキューブを悪用されたのは銀河系宇宙は大混乱に陥ってしまう。ええ、
その前に取り戻さないと。メガトロ、コングアカメのこのこやられに出てきよったと。この島がお前の死に場所だぞ、コンボイ。司令官、なる大丈夫だ。新しく装備した自動修理システムが作動してくれたよ。よかった。では今度はこっちがお見舞いしてやる番です。撃ち方を始め。応戦しろ。バタバタするな。奴らを一人残らず屈折に変えてしまえ。アタックだ。空から攻撃するぞ。新たなメンバーを加えたデストロン軍団の総攻撃が開始された。おっと、やってくれるぜ、こんちくしょう。お返しだ、このミサイルでも食らえ。やったね、おい。どうだ、俺の腕もまんざらじゃないだろ。調子乗りやがって。スタースクリュー様のこのナルビームを受けてみろってんだ。どうだかな。力が抜けていく。体中の電気が放電したようだ。うわ、サウンドウェーブ、これはストーンするぞ。用意。了解。この島をじっくり研究したいってのに、この様子じゃその暇はなさそうだ。いや、残念だ。大丈夫か、ビーチコンバー。しっかりしろよ。オーバス機影隊ただいま参上。タカタカタトランスフォーム。おい、こっちこっちだよ。回転乗ってるぞ。ますます激しさを加える噴火地割れ。果たしてダイノボットアイランドはいつ爆発するのか。さあ、ドリームロックよ、早いとこデストロンを攻撃しよう。戦うの俺たちだけと違う。ということは、この恐竜たちにも戦わせようというのか。俺、ドリームロック、行こう。恐竜も俺たち一緒に戦わせる。トランスフォーム。そして恐竜だけに分かる合図が発せられた。オーケー、みんな戦う気になった。よし、一緒に突撃。トランスフォーム。サイバトロンは苦戦を強いられていた。勝利はもはや目前だ。地球は我がデストロン軍団のものだぞ。何だ。あの化け物どもを蹴散らせ。サマエと踏み殺されるぞ。おい、助かったぞ。うわ、黙ってたまるか。わしには宇宙征服という野望があるのだ。おお、まさか、信じられん。貴様らはタールの池にみんな沈んだはずではなかったのか。おお、俺たち夫人にお前たちに負けない。デストロン軍団退却だ。日焼けだ、わしのあたり続け、退却だ。急いでタイム空間の歪みを直さなくては手遅れになってしまう。連中が盗んだエネルギーを元の場所に戻すんだ。よくやったな、ダイノボットの諸君。パワーコントロールに成功したようだ。
それだけじゃない、立派に作戦を立てる頭脳があることも証明した。これで安心して騎士で一緒に暮らせるな。さあ引き上げだ。おー